人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです8月26日に、えー、防衛白書を読むという動画をアップしましたまあ下にリンク先を貼っておきます日本経済新聞が連載中の記事です今回の沖縄の選挙結果を受けてこの防衛白書の内容は世の中に伝えるべきと思ってですね これから何回かにわたってこの話をさせていただきます。陸上自衛隊はバイデン政権が中国をアメリカの安全保障、民主的価値観に挑戦する最も深刻な競争相手と位置づけていると白書に紹介されています。かつてアメリカは世界の警察官と呼ばれていました。しかしながら東アジアの軍事バランスをめぐって 量では中国が優位に立ち進むのが現状です。アメリカは海上編力、航空編力で世界最大です。海軍力を示す艦艇の総重量は726万トン。戦闘機や爆撃機などを含む作戦機を3500機保有しています。世界第2位の中国は 戦力を増強しつつあります現在艦艇の総重量は224万トン作戦機の数は3030 30機でアメリカに迫っています東アジア地域に限れば量の面では中国が優位に立っています西太平洋インド洋担当の米第7艦隊の 艦艇の総重量は40万トンで日本の51万トンと合わせても中国の4割程度の水準です。まあこれに台湾の20万トンと韓国の28万トンを加えても中国には届きません。作戦機の数も中国はまあ3,30機で在日米軍は150機。 日本は360機これを合わせても中国は大きくリードしていますしかしながら現時点では量では劣っているものの質の面ではアメリカが優勢ですというのは核戦力ですけども、えー、アメリカは核弾頭を3800発所有しています、えー、中国は、えー およそ350発なので、かなり上回っています。過去の運搬などにも使用可能な大陸間弾道ミサイル、ICBM も、アメリカは400発持っているのに対して、中国は106発です。しかしながら、中国は今どんどんとこれを増やそうとしており、2030年までに核弾頭を1000発に増やすという計画を持っています。 中国とロシアの積極的な海軍の増強と近代化計画を、えー、というのが、まあ、アメリカの軍事力の優位性を失いつつあるんですね防衛白書は台湾有事に備え南西諸島の部隊を拡充するという計画を説明しましたミサイルや電子戦などの部隊を増強して防衛力によって日本に 侵害を加えることは容易ではないということを相手に認識させる目的です。日本の、えー、最先端にある与那国,国島ですね、は台湾と110キロほどしか離れていません。8月4日には中国軍が台湾周辺に弾道ミサイルを飛ばして、与那国島の80キロメートル程度のところに着弾しました。 台湾と与那国島の間の海域は中国の艦艇、えーまあ、が東シナ海から太平洋に抜ける、えー、経路の一つとなっています九州の南端からこの、まあ、台湾に至るまでの,この南西諸島というのは、まあ、本州の全長、まあ、に匹敵するぐらいの範囲があるんですね、まあ、そこにこう島が点在しています まあ、このために、まあ、どうしても、守り、守りが、手薄になってしまうんです。え、二千二十二年。えー、あの石垣島にですね。陸上自衛隊の、駐屯地。を、新設する。ということを発表されました。二千十九年には、奄美大島。二千二十年には、宮古島に。 地対艦ミサイル部隊を置いたわけですけれども、それに次いで、ここにも置くということですね。地対艦ミサイルだけではなくて、地対空ミサイル部隊も新たに設けるということです。これによって、対空戦闘に備えるわけです。電磁波で敵の通信やレーダーを妨害する電子戦部隊も2022年までに、 南西諸島の三つの駐屯地、え分屯地に置きました。二千二十三年度には、えまあこの与那国島、与那国島にも排出する予定です。航空自衛隊の戦闘機による中国系のスクランブル、え緊急発進の回数というのが、二千二十一年度に七百二十二回もありました。まあこれは。 過去2番目に多い数字だったんですね。全体の7割を占めました。沖縄の那覇基地に司令部がある南西航空方面隊は652回に上ってスクランブルがありました。沖縄県民はこうした台湾有事だとか、えー、こういう近海の緊張というのを肌で感じているはずなんですけども、この間の間 あ治院選では残念ながらこ,のこういう危機回避を中国との外交交渉に求めるという立場を支持してしまったんですねこれでは中国の思惑通りで沖縄が中国に乗っ取られてもおかしくない状況です断固としてそうさせないように私もできることはやっていくつもりです 以上テキサスのループでしたチャンネル登録よろしくお願いします